こんにちは。こんにちは。ヨガ講師です。あ、よろしくお願いします。季節の変わり目だね。はい。季節の変わり目にヨガをしに来たんだね。まあ、はい。じゃあまず季節の変わり目について考えてみよう。え？季節の変わり目と一体になることもヨガだからね。季節の変わり目？と体に季節の変わり目作ってみて。体に季節の変わり目？あなたなりの季節の変わり目を。え？体の中心に作ってみて。え？変わり目？あなたの思う通りの変わり目でいいから。思ったことないの？そうしてごらん。思う？え？難しいかな？はい。じゃあ、ヒント出すね。あ、季節の変わり目は、はい、暑かったり、寒かったり、そういうことは、あるよね。ありますね。そこまではわかります。今日、暑いとしたいかな。寒いとしたいかな。あ、今日ですね。はい、そうしてごらん。あなたの中に迷いがあるんだね。汗をかくか、震えるか、どっちにするかに追われて、見失っているものがあるよね。それを見つめてみて。それをそのままの形でそうしてごらん。何を、気づいちゃったかな。気づいちゃったんですか？本当は、あなたの変わり目なんだ。気づいてない。そうなんだ。どうなんだ？きっと、ここからヨガなんだ。ん？始めることがヨガなんだ。あの、聞いたことある。なんだ？ヨガが、なんだっけ？あなたを変えるんじゃない。あなたがヨガを変えてる。ヨガの変わり目に、あなたがいるんだね。ヨガの変わり目？知ってるんだから。ヨガ講師は、あなたがそうなの知ってるんだ。あれ？え？今じゃない？今？まさに今じゃないかな。今？何が今？そうしてごらん。これどうしたらいいのかな？チャンネルを登録したいっていう気持ちあるよね。そうしてごらん。